カフェアールトはフィンランドの喫茶店である。ヘルシンキに本店があるほか、日本の京都に支店がある。企業形態は有限責任会社である。カフェアールト、カフェアールトなどとも表記される。カフェアールトヘルシンキ店はカフェアールトの本店である。ヘルシンキのポホヨイスエスプラノアディ通りの39番地にあるアカデミア書店の2階に所在する。 ヘルシンキ中央駅から徒歩で5分ほどのところにある。建築家のアルバ・アールトによって設計され、1955年にケスクスカト通り3番地に完成されたオフィスビルラウタタロの中に設けられた大理石の庭と通称される吹き抜けのスペースに存在したカフェで使われていた家具は同じくアールトによって設計されており、カフェが閉店された後に百貨店、 ストックマンによって買い上げられ、アルバー・アールト財団に寄付された。キリアタロ・アールトによって設計され、1969年に完成されたビル、キリアタロの中にストックマンがカフェを開設するにあたって、寄付された家具を使用することが、アールト財団によって強化される。カフェは、ロイ・マンタリによって設計され、エリッサ・アールトによって、アールトの名前を用いることが許された。カフェは、 1986年11月16日に開設された。家具にはペンダントランプ、大遺跡のテーブル、黒色のレザーの椅子などがある。このカフェは2006年公開の映画、カモメ食堂のロケ地になったことでも知られる。カフェアールト京都店は京都府にある喫茶店であり、カフェアールトの2号店である。2019年12月21日に開設された。所在地は、 京都市中京区柳の番場通り六角登る土屋、町92である。京都市営地下鉄、カラスマ大池駅から徒歩で6分ほどのところにある。フィンランドのデザイナー、ハンリコス記念によって設計された、地上4階、鉄骨作りのカプセルホテル、マヤホテル京都の1階に設けられている。面積は106.55平方メートルである。席数は58席である。 ラウタタロのカフェのためにアールトによってデザインされた大理石のテーブルや木製のテーブル、黒色のレザーと新中性フレームの椅子などがアルバーアールト財団の許諾を経て京都店のためにリプロダクトされた。ウォールタイルはアールトが1957年に手掛けたブルーのウォールタイルのデザインに基づいてリプロダクトされた。ペンダントランプには百三十七年設計の ゴールデンベルと呼ばれるものが用いられている。食器には、いったらのコレクション、ラーミが主に用いられている。ありがとうございます。